この看板見覚えありますね。そう、去年一日店長をさせていただいたオールブルーさんです。去年の一日店長が好評だとおっしゃっていただけたので、なんと今年もやらせていただくことになりました。今年も去年に負けないくらい盛り上げていけたらと思っています。イベント開催日時は5月の5日です。今回は2部制で、1部が10時から13時、2部が15時から19時です。で、去年は店頭に釣り狂いメジャーを置かせていただいたんですが、今回はなんとコラボグッズがあるんですよね。はい、あります。コラボ T シャツ限定30枚、30枚です。あります。わーい、釣り狂いとしてもT シャツ出すのは初めてです。メジャーしか出したことないんで。あ、そうなんや。ちょっと視聴者様がやっぱデザイン気になると思うんで、まだ完成品みたいなのはないんですけど、結構、イベントギリギリに届くから。そうですね、うん、あのデザイン下地だけちょっと出しちゃってもいいですか。出しましょうというところで、ちょっとデザインはこんな感じになっております。じゃあとりあえず今イベントの日時と特典を発表したので、オールブルーさんの店内を紹介していきたいと思います。あざすではレジを飛び出して店内をぐるっと行ってみたいと思います。こんな感じでレジの前にはボトムアップさんがありますね。そしてその横にノリーズさん私もよく使う敷の上も置いてありますね。そしてイズムさんがありまして、ちょっと店員さんがこちらにいるので、店内のおすすめ商品を聞きたいと思います。はい、僕のおすすめは、はい、ミブロさんのアダプトスイマー160です。ミブロさんのルアーなんですか。そうです、すいません、なんかイズムのブロなのにちょっと、まあ、リアルにすごくいいルアーだと思ってるんでご紹介させてください、まあ、使い方としてはジョイントなんですけど、ビッグベイトなんですけど、巻いてもよしで、その中にプラスチックのワイヤーが入ってるんですけど、それを抜いてジョイントでクイックに浮かすこともできて、ただ巻きでも使えて、すごく範囲が広くて、シーバスだったりブラックバスだったり、塚本健太郎さん、ミブロの代表ですね、の方もいろいろシーバスだったりブラックバス釣られてるんで、僕もすごく愛用してます。皆さんよければよろしくお願いします。ということです。私も使ったことないので、ぜひぜひ使ってください。いつの日か使いたいと思います。今おすすめしてもらったミブロさんの隣にはこのユーズドルアー、中古品ですね。こんな感じでいっぱい並んでおります。そしてその前にはたくさんのロッドの数々、こんなんね、何本あってもいいですからね、本当。そしてそしてちょっとバッグが何個かありまして、お店の真ん中の通路は野池さんと一斉さんですね、で、ジャッカルさん、最近よく使ってるヤーミーがありまして、で、最後にフェイフォワードさんが来て、この壁際には、あ、ここの通路ですね、ここの通路には海釣りのコーナーとなっております。いや、最近私もね、こうエギングとかしてますから、まあ、いいですね、いろいろあって。ここビッグベイト、え、ここバス釣りですよね。ジョイクロとかシーバスのコーナーです。あ、シーバス、なるほど。
ジョイクロとかも使うんすね。ビッグベイトシーバスってめっちゃ流行っとって。あ、そうなんすか。そうそうそう、関門のね、周りとかビッグベイト、ビッグベイトこの城が入ってきた時だけすごい、へえ、めっちゃ釣れます。こちらにはね、天野、私もよく行く天野が、大好きな天野のコーナーもあります。お店入ってまっすぐ来た通路にはですね、この新品のバスタックルと、こっちが海でしたっけ。海です。こちらにね、海のタックルももちろんございまして、やはりとかこういう感じでラインがありますね、いっぱい。そしてそしてこちらにアパレルが、ちょっと店内のあれ変わりましたね。あ、めっちゃ変えましたね、アパレル。なんか奥に去年はあったけど、うん、アパレルがここになったんすね。すごい好評で、いろんな人に買っていただけるようになったので、うん、あ、なるほど、コーナーを広げちゃいました。そしてこちらにショーケースの中に中古リールもね、たくさんこういう感じでございます。おー、いっぱいある。今オールブルーさんではあれですか、なんか、はい、セールとかやってますか。セール、そうですね、セール、プライスから半額っていうコーナーを作ってて、はい、例えばこれ380円日用品の、ここから半額、うんうん、めちゃくちゃ安いですね。そうなんですよ、めちゃくちゃ安いんですよ、すごい。っていうコーナーを2つ作ってます。2つあります。なんかレジ前にあるルアーは、なんかおすすめか何かですか。イズムというバスブランドがあるんですけど、新しくそのイズムから、ソルトブランド、ザザフィールドっていうブランドを立ち上げました。で、今回そのザザフィールドから第2弾となる、ミノ 60S というルアーを今回発表しました。まだ発売したばっかりで人気もあるので、レジ前に置いてます。いろいろテストとかで使ったんですけど、アジ、メバル、シーバス、ブリ、なんかね、魚種全く問わないです。今関西の方バスも釣れたんですっていう感じの、何でも釣れちゃう山木和人プロがプロデュースしたザザフィールドのミノ60をレジに全から置いてます。おー、全から。はい、ちょっとこれまどかちゃんもぜひ一回試してみてください。試してみます。はい、ありがとうございます。ではオールブルーさんの店内も見終わったところで、最後にもう一つ私から告知があります。一日店長をさせていただくからには、やっぱり今年1年で一番売り上げが良かったとやっぱ言っていただきたいので、私は考えました。それはなんと当日3万円以上お買い上げの先着8名様限定でオフ会をしたいと思います。まあ、オフ会に興味がある方は当日私までお声掛けいただければと思います。では最後におさらいです。一日店長のイベント開催日時は5月5日になってます。今回は2部制で、1部が10時から13時、2部が15時から19時となっております。そしてオールブルーさんの住所と電話番号とかは概要欄に貼っていますので、皆さんそちらをご覧ください。ということで今日は一日店長のイベントの告知の動画でした。たくさんの、ね、方に来ていただきたいので、ぜひ皆さん足をお運びください。では今日の動画も最後まで見ていただきありがとうございました。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。